どっちが勝つと思いますか。見えてる状態です。はい、加藤選手が勝つと思う人拍手。あ、大丈夫、
皆さん佐賀の人ですよね。大丈夫ですか。本当に。じゃあ高橋小太郎だと思って拍手。ちょっとどっちとも言えない感じですけど、はい、頑張りましょう。ラストです。はい、じゃあ頑張ってください。指示してあげてください。いきます。はい、よーい。高橋選手の勝ち。さすがに勝てなかったですね。さすがに難しかったですね。はい、ありがとうございます。はい、わかりました。はい、じゃあ拍手をいただければなというふうに思っております。じゃあせっかくやっていただいて、ちょっと加藤選手疲れてるので、先に高橋さん感想をいただければと思います。見えてる状態ですごいこう抜き切れなかったというか、本当すごいなという一言で、はい、ありがとうございます。拍手。はい、加藤さん。はい、多分皆さん初めてマネサッカーを見た方も多いと思うんですけども、まあサッカーと違うところもあればマネサッカーも手伝うんじゃないかなと思ってます。なんか見えないでね、何もできないんじゃないかなと思う方も多いと思うんですけども、やればできるっていうのを少し知ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。ありがとうございました。